サバーモク、サバーモク、学名、は、鈴木目に所属する魚類の分類群の一つ。原生種として、サバカ、タチオカ、クロタチカマスカなど、6カ46属147種が記載される。マグロカジキに代表される、遊泳製の大型肉食魚を多く含むグループである。サバーモクの魚類はすべて海水魚で、沿岸から外洋にかけての表層。 あるいは深海にまで分布する。カマスカ、サバカの一部は、寄水域に進出することもあるが、淡水域に入ることは、ごく稀である。ほとんどの種類が、世界各地で、食用魚として利用され、サバマグロなど多量に漁獲される、水産重要種も数多く含まれる。本和木には、非常に早く遊泳することができる魚種が多く、クロマグロメカジキは小カジキの遊泳速度は、 短時間ながら最高で、時速60から 100km に達する。マグロ類など一部の仲間は、内温性を獲得しており、代謝熱によって比較的高い体温を維持することが、できる。サバアモク魚類の生態はトガによって異なり、表層遊泳性のカマスカ、サバカ、メカジキカ、マカジキカ、深海中層を遊泳する、クロタチカマスカ、 深海定性性のタチウオカに大きく分けられる。サバカの仲間は季節的な海遊を行うものが多い。また、クロタチカマスカやタチウオカの一部では昼は深海に潜み、夜間に海面近くに浮上する日周延直移動が見られる。食性は一般に肉食性で、動物プランクトン、魚類、甲殻類、頭足類などを捕食する。サバアモクの仲間は、 サバ科のように遊泳に適した防水系の体型を持つものと、タチウオ科のように細長く側平たしたリボン状のものに分けられる。生魚の全長は数十センチメートル程度のサバ類から4メートルを超す大西洋クロマグロまで種類によって様々。スズキ目の中でも比較的大型の魚が多く、全長1メートルを超えるものも珍しくない。 生魚の顎は上下とも前方に尖り、種類による長短の違いはあるが、糞が形成される。前上顎骨は固定され、上顎を前方に突き出すことはできない。これは、大型の獲物を捕食するために、二次的に獲得された形質であると考えられている。歯は、強固に直立し、クロタチカマスカ、タチウオカ、サワラ類などでは、牙のように鋭く発達する。一般に目も大きい。 ウロコは、耐火傾向にあり、小さな円ウロコ隠周ウロコもしくは個室変形ウロコである。原生のサバアモクは6カ46属147種で構成される。化石種の実の絶滅群として、ブロキデイカ、死神用及びペイリューリンキーデイカのニカが知られ、前者はメカジキカに近いグループであると押されている。本アモクの構成には、議論が多く、 カマスカを独立のカマスアモク、スフィロノワディとして除外する見解もある。また、カジキ類にか、メカジキか、マカジキかについては、単一のメカジキかにまとめる場合もあるほか、近年ではカジキアモク、シュフィーイディとしてサバアモクから分離させる意見も多くなっている。昔クロタチカとアマシイラカは、かつて本アモクに所属していたが、両者が実際に、 サバアモクの一員であるかについては、見解が分かれている。昔黒チカは、昔黒チスコンブラレイブラックスヘターレピス一種のみで、構成される一重型で、黒チカマスカに類似した形態を持つ一方で、スズキアモクに近い部分もある。ネルソン2006の体系では独立の昔黒アモク、スコンブローラブラクイディとして分類されている一方で、 サバアモクの内部に位置づける体系も存在する。また、カジキ類と近縁であると考えられていたアマシイラカ、アマシイラルバースインペリリスのみを含むは、近年の詳細な形態学的解析により、ニザダイア,アモクとの関係が強く示唆されている。アモク内での文化については、沿岸性のハラスズキ型魚類からまずカマスカ、クロタチカマスカが分化し、 黒立ちカマスカからさらにタチオカとサバカに分岐したと考えられている。カマスカはカマス属スフィリーナ一族のみからなり、赤カマス、ヤマトカマス、オニカマスなど二十一種を含む。沿岸性が強く、旋回で群れをなして泳ぐ。体は前後に細長い槍型で、糞が長く尖る。大きい口には鋭い歯が並ぶ。背びれは二つで互いによく離れ。 尾ひれの前に勝利ひれは持たない。クロタチカマスカには、クロシベカマスバラムツアブラソコムツなど六6属十四種が記載される。深海中層性だが、夜には旋回へ上がる者も,もいる。背びれは、棘上部が前後に長く、腹器は対価的である。背びれは、棘上部と南上部に分かれ、尾ひれの前に勝利ひれを持つ。側線が、体側の上下に分かれる者も,もいる。 タチウオカはチウオを立ち戻きヒレ長夢立ちなど3赤10属39種で構成される。深海底での生活に適応し、遊泳力は比較的低いが、夜には旋回へ浮上する者も,もいる。体はリボン状で、背びれはトゲ上部と南上部が連続し、勝利ヒレを欠く。腹びれと尾ひれは耐火傾向が強く、種類によっては消失する。 サバカには、マサバサワラカツオマグロなど、多数の水産重要種が所属し、2赤15属51種が記載される。沿岸から外洋にかけての表層から中層を遊泳して生活する。クロマグロの遊泳速度は非常に高く、メカジキやバショウカジキと並んで魚類の中でもトップクラスである。背びれは二つに分かれ、尾ひれの前に勝利ひれを持つ。 明瞭な鱗を持つ、鱗マグロ赤、鱗マグロ一種の実と、微小な鱗しか持たないサバ赤に細分される。メカジキカはメカジキクシフィアスグラディウスの実、一族一種。世界中の熱帯、亜熱帯の概洋に生息する。本家魚類は、マカジキカを含めたニカと合わせ、カジキと総称され、様々な形態学的特徴を共有する。 両グループが姉妹軍の関係にあることは広く認められているが、一つのメカジキカにまとめるか二かに分割するかは見解が分かれている。上顎が槍状あるいは腱上に著しく伸長し、糞は上下に平たい。制御は顎の葉、腹筋、鱗骨。マカジキカは三族十一種からなる。段階の表、中層性で遊泳力が高く。 全長1メートルを超える大型魚が揃う。詳細はカジキを参照のこと。糞は丸く筒状に伸び、生魚は顎の葉、吹き、鱗を持つ。山賊の分類は背びれ前半部の高さと対抗との関係に基づいている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。